おはようございます。今日は、アメリカで乗る船を、ちょっとね見に来ました。まあ、見に来たというもののまだ魚探とかをセッティングできてないとこもあるので、まあ、その魚探などを私に、こちらのテキサスボートワールドさんにお邪魔しております。すげえボートがいっぱいあってなかなかね興奮する場所です。なんかめちゃいっぱいあるっす。ちょっとなので今からボートを見たいと思います。めちゃくちゃ売ってるよ。スポーツ用品店にこんなルアーいっぱいあるんやな。ありすぎだぜ。今日の目的はですね、ライジャケとサンダルを購入ですね。こっち結構暑いかな。ライジャケはこれ。サンダル何買おう。お、アジサスいいじゃん。試合でも使えるように。バンキャスト、バンパーフェクト。おお。おお。おはようございます。今日はねアメリカに来てだいぶ日数も経ってきたんですけども、本日はテキサスボートワールドさんに来て今年乗るボートをねピックアップしに来ました。ちょっとねまあ完成してからの初対面なので非常に楽しみでございます。テキサスボートワールドです。 SDG マリンさん、僕もアベマさんで非常にお世話になった SDG マリンさんです。バスボートがいっぱいでございます。じゃじゃん。すげー。ケイマスからスキーター、バスキャット、いろんなボートが置いてあります。すげえな。お、この船は見覚えがありますね。解散の船だ。すげえな。むちゃくちゃボートいっぱいあるな。さあ僕のボートは何でしょうか。お楽しみに。
かっこいい。Very good. Yeah, that's good. Yeah. これがね、今年乗る僕のアメリカでのボートです。ちょっとまだ今から調整中、調整するみたいです。今年乗らせていただく船はケイマスボート20フィートです。スポンサーさんのラッピングもステッカーもバッチリ貼ってあります。まあ、これでねバスマスターオープン初戦、まあちょっとまだウェイティングで出れるかわからないんですけども、第一戦が出れなくても秋に来てまた第二戦第三戦は出場予定なので頑張りたいと思います。ピックアップ完了しました。これで今からとりあえずキャルビンの家に戻ってボートのセッティングなり、ちょっと足らないところをいろいろ準備していきたいと思います。まあ、とりあえず一回戻ります。初アメリカ牽引帰りたいと思います。おはようございます。昨日のね夜キャンプグラウンドに到着しました。こんな感じでこれからジェームスリバー付近の地下ホーミニー川、なんか名前が難しい、なんかそこの川の隣のキャンプグラウンドです。こんな感じですごくねキャンプしてる方が多いんですけど、ここにバスボートと、車を並べて、キャンプ、まあ、キャンプというかねここで、まあ、寝たり、ご飯を食べたり、プラクティスをしていく拠点になります。なので、まあ、ここでいろんな動画を撮って、どんな感じでそのプラクティスに、まあ、やってるかっていうのを、まあ、配信してねいきたいと思います。まあ、とりあえず今からは、ウォルマートに買い出しに行って、フィッシングライセンスを買ったり食料を買ったり、そしてその後はバスプロショップスに行って、まあ、ちょっとこの地区の、買い出しに行って、まあ、プラをするベースを作りに行きたいと思います。